まずボールピックするでしょ。そしたらピンに近づかないところでギリギリ立てるところにアドレスします。そしたらこのアドレスしたこのクラブのとこに待って、そしたら持つアイアンじゃなくて一番長いドライバーでピンに近づかないように1本分印をつけてあげる。そしたらね、こことここの弧を描いたこの90度の中に置くことができるの。だからこの線から前に出ないように、かつラフの中でも一番状態のいいところに膝の高さからドロップ。このルールを知っておくと楽にペナルティを回避できる。